こんにちは、ダゲンです。先日アップした、無駄にかっこよくゴミを拾ってみたの映像をもう見ていただきましたでしょうか。30秒ぐらいの短い映像なんですけれども、その30秒の中に僕のこだわりをたくさん詰め込んだ、作品になってます。で、本家のですね、クレイジー沖縄さんの映像を見てもかなりいろんなところに細かいあのこだわりっていうのを、随所にね散りばめている感じがすごい分かったんですけれども、じゃあそれって、どういう風にやってるのっていう、どういうこだわりを持ってるのっていうところまで皆さんにちょっとお見せしたいなと思って今日の動画を撮ってます。で、この動画では、3つのパートに分けてご紹介したいなと思ってまして、1つが、色ですね。僕は調整レイヤーをだいたい3段重ねて色を作っていくんですけれども、その3段が、それぞれどういう役割をしているかっていうのをまずお話しして、で次に、素材ごとの、編集のこだわりですね。スローモーションにしてるのかとか、ここはどういう風に編集してるのかとかっていうところをお話ししていきたいなと思います。で、最後に、音関連のこだわりですね。 BGM をどういう風に作ったかとか、どういう効果音をどういう風に入れてるかっていうところをお話ししていきたいなと思います。で、今回、この無駄にかっこよくゴミを拾ってみたの素材なんですけれども、ビデオグラファーとして生きていくための、オンライン教材のビプロを、ご購入いただいた方全員に、素材を配布してますので、もしね、あの動画編集を学びたいとか動画を仕事にしたいっていう方がいれば、ビプロをご購入いただければこの素材を、ダウンロードすることができますので、概要欄にリンク貼っておくので、興味があったら見てみてください。それではプレミアプロの画面見ていきましょう。それじゃあ早速見ていきましょう。まず最初に完成バージョンの色割り と、カラーグレーディングとかをする前の素材を見ていただきたいなと思います。はい、こんな感じになってます。それじゃあ上から見ていきましょうか。まずね、ここ調整レイヤー3段重なってるんですけれども、いつもね、僕大体こんな感じで調整レイヤーを重ねてます。で、この3つとも、色に関する調整レイヤーになってるんですけれども、一番下の調整レイヤーがカラーコレクションの調整レイヤーにしてます。大体ね、このルメトリスコープを見ながらここら辺の間に収まるようにカラーコレクションしてまして、これしてないとこんな感じ、してるとこんな感じですね。で、真ん中の調整レイヤーが、ここはね、色作ってるところです。カラーグレーディングをしてるところで、ここはしてないとこんな感じ、するとこんな感じですね。で、今回はちょっとティール&オレンジっぽい感じにしたんですけれども、ほとんどこの HSL セカンダリのところでいじってます。こんな感じですね。はい。で、一番上の調整レイヤーは、ここは微調整を行うところなんですけれども、今回はね、そんなに使わなかったです。特に女性が写ってる時とかって、顔だけをちょっと明るくしたりするのに、ここの一番上の調整レイヤーを使ったりするんですけれども、あんまりちょっとね、綺麗じゃないので、あんまりこの顔をお見せしたくないんですけど、こういう感じの、素材があったとしたら、マスクをかけてですね、顔にだけマスクをかけて、そこの部分だけこんな感じ明るくしてるんですよね。だいたいこういう微調整をするのはこの一番上の調整レイヤーっていう風に決めてます。はい、じゃあ色の調整はこんな感じにしといて、素材をいじってるところを見ていきましょう。今回はね、エフェクトとかをほとんどかけてなくて、またこれが出てくるんですが、このね、ストップポイ捨ての、この文字の出し方ですね。これはマスクをかけてます。顔にこんな感じでね。で、一番下の素材 と、上の素材で同じものを使ってるんですけれども、この上の素材の方にだけマスクをかけて、これだけ僕の顔だけが浮き上がるようにしてます。で、その下のこのネストですね、ネストされたシーケンスのところにはストップポイ捨てっていうこの文字がだんだんだんって出てくるようになってます。で、この文字自体は、イラストレーターで作って、ここにね、貼っつけてます。3フレームずつかな、1、2、3、そうですね、3フレームずつで文字がこう出てくるように、調整しておいてます。で、これね、このままここのシーケンスの上にここにね、乗っけてもいいんですけど、それやっちゃうとこの4段分が
ここに重なってきてすごい邪魔になっちゃうので、ネスト化しておいてこう邪魔にならないように一段になるようにしておいてます。はい、一番時間かかったのがここかもしれないですね。この、マスクをするところが一番時間かかったかもしれないです。1フレームずつ動くので、こうマスクもねきっちり動かしてるんですよね。で次、これはですね、モーションアレイのテンプレートを使ってちょっと危ないよみたいな、ポイ捨てダメだよっていうのを1個作ってます。あ、ここですね、ここ、はい、ここは、スローモーションにしてるんですけれども、元々の素材の、逆再生にしてます。本当だったらねこんな感じです。でこれをわざわざ逆再生にしてるんですけれども、これなんでかっていうと、次のこのクリップでこんな感じでトングをキャッチしてるシーンがあるんですけれども、これも実は逆再生にしてまして、逆再生にしてるので投げるところなんですよね、本当は。本来であればちょっと見てみましょうか。元の素材がこんな感じで、こんな感じです、こんな感じで、はい、投げてるんですよね。で投げてるのを逆再生にするとキャッチしてるように見えるので、ここはね綺麗に、フォーカスを合わせて、キャッチしてるシーンを再現するために、投げてるところの逆再生をしてるっていうような感じになります。で次のクリップはこれはねこんな感じで近づいていってるように見えるんですが、実際にはカメラは動いてなくて、ここですねスケールで、元々が 100% から115% ぐらいかなまで、スケールアップしてます。徐々に、大きくなるように、キーフレームを打ってるって感じです。で次のクリップもそうなんですけれども、振り向いた時に僕の顔がこの顔アップになるようにしてるんですけども、これはキーフレームを打たないでここでカットしてるんですよね。でカットしてこのクリップだけスケールを大きくして、こんな感じで音に合わせて僕がこうこっちを見てインパクトがあるような感じに編集してます。でこの辺からはちょっとトランジションの話をしようと思うんですけれども、ここね見ていただくと実はトランジション何もかけてないんですよね。缶を掴んで下に引いてるんですよね、こんな感じでカメラを下に引いてるのは分かりますかね。で次のクリップでは、上から下にカメラを動かしてるんで、こんな感じで同じような色の場合はトランジションとかを使わなくても、自然な感じで次の、ね、シーンに切り替えることができます。もう一つね同じようなものがあって、ここですね、ここはこんな感じでゴミを袋に入れてるシーンなんですけれども、ここもですねこのクリップではゴミが入ってきて、こんな感じで黒くマスクされてる感じになってくるんですけれども、次の素材ではこんな感じになります。これはカメラを袋に押し当ててちょっとね暗くしてるんですよね。なんでこことここのつなぎ目がこう分かんないようになってます。特に、特別なエフェクトとかトランジションは入れないんですけれども、同じような色合いとか同じような動きをしてるクリップを前後で合わせることによって、こんな感じでねスムーズな、場面切り替えができるっていうような感じになってます。だいたい素材の編集としてはこんな感じになってます。では最後に、BGM とか効果音とかちょっと見ていきましょうか。まずね BGM ちょっと見ていただきたいんですけれども、BGM はですね前にチュートリアルで出した Adobe のオーディションを使った、曲の長さの調整をまずね最初にやったんですけれども、それでもねもうちょっといい感じに編集したかったので、自分でカットしてカットして、ここカットしてるところなんですけど、カットしてカットして、次の、曲の展開につなげてるって感じです。ちょっとここの切れ目のところ聞いてみましょうか。全然違和感ないかなと思います。次もちょっと聞いてみてください。はい、こんな感じで違和感がないように、BGM の方も、カットして自分でカットして編集してます。
で効果音の方はかなり細かく重ねてるんですが、探すのはかなり時間かけて探しました。エピデミックサウンド と、モーションアレイから探して使ってるんですけれども、ただ単にダウンロードした効果音を、ここに乗っけてるわけじゃなくて、例えばこれ逆再生してるんですよね。で元々の効果音ってこんな感じですね。シャキシャキっていう感じなんですけど、これを逆再生するとこんな感じになります。何かあのゴミを掴んでるような感じの、効果音になるので、これはね逆再生して使ってます。でほとんどの効果音を自分で逆再生したり、スピードを遅くしたり速くしたり、加工したりして使ってます。でこれはねトングがくるくる回ってるシーンなんですけれども、こんな感じですね。トングの回転が遅いので、くるくる回転している音自体も 15% まで速度を遅くして加工して使ってるっていう感じです。でちなみにこの後ろのキーンっていう音もこれも逆再生して、速度も 90% にして使ってるっていうような感じになります。はい、こんな感じで僕は B ロールを作るときに、編集してます。いかがでしたでしょうか。編集のこだわり見ていただけたかなと思います。もうちょっとね細かく見ていくと、まだまだこだわってるところはあるんですけれども、まあ、全部ちょっとお見せしてたらもっと時間かかっちゃうので、今回はね、大きいこだわりのところだけお見せしていきました。で今までいろんな作品を作ってきてるんですけれども、例えば、ビールの B ロール、コーヒーの B ロール、ハイボールの B ロール、なんか全部飲み物ばっかりなんですけど、まあそういうないろんな、B ロールを作ってきまして、そういった作品ごとにいろんなねこだわりを散りばめて、映像っていうのが作られていきます。でどっか例えばその効果音だけ手を抜いちゃって効果音なしにしちゃったりすると、すごいね味気ないものになっちゃったりするんですよね。色もそうですし、カットを手を抜いてもそうですし、一つ一つの工程を結構ね細かく丁寧に作っていかないと、なかなかこうかっこいい映像にはなりにくいんじゃないかなと思ってますので、まあ、皆さんももし映像こういったね映像を作ることがあれば、本当に細かい1フレーム1フレームまでこだわって作っていっていただければと思います。じゃあ最後にですね、効果音なしの BGM だけの、映像を見ていただければと思います。効果音がないとこんなに味気ない映像になるんだなっていうのが、多分それを見ていただければわかると思うので、それを見ていただきながら今日はお別れにしたいなと思います。じゃあこの動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとこんな動画撮ってほしいとか、こんなことやってほしいとか、大言もっと頑張れよみたいな応援のコメント、励ましのコメント、メッセージなんかあったらコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。それではまた、したっけね。